私は大学進学を機に中国地方のとある町へ引っ越した。そしてどこにでもありそうな少し古いビジネスホテルでアルバイトを始めた。職場の雰囲気は非常に緩く和やかで、新人の私が大小の失敗をしてもみんな気にしないでと優しい笑顔でフォローをしてくれる。そんな職場だった。ただし404号室が絡む時だけは別だった。この部屋は絶対に開けてはいけない。何があっても絶対にだ。普段はニコニコしている上司や先輩スタッフが別人のように厳しい口調でそういうのだった。理由は不明。聞いても何も教えてくれない。どうやら404号室はこのホテルにとって最重要の禁忌らしく、話題にすることさえも極力避けなければいけないらしかった。とはいえ404号室は隅っこに隔離されているわけではない。普通に使用されている403号室と405号室の間にある。なので私も他のスタッフも部屋の前を日常的に通る。そうすると聞こえるのだ。不気味な声が低くかすれて何を言っているのかまではわからない。しかしそれは確かに人間の声だった。そして非言語的なうめき声ではなく、言語情報を内に含んで何かを他の誰かに伝えようとしていた。ここを開けてくれ、外に出してくれ、私にはそう言っているように感じられた。加えてドアを内側からバンバンどんどんと叩く音がすることもある。404号室の中には明らかに誰かがいた。そしてその人物は部屋に閉じ込められており、外部に助けを求めているらしかった。しかしスタッフは全員何も聞こえないかのようにその声を無視していた。お客様も同様だ。私は403号室のお客様に聞いてみたことがある。隣から変な声は聞こえませんか？と。彼はイエスともノーとも言わなかった。ただ、不快そうに押し黙ったのだった。そして、そのお客様からクレームが入ったのだろう。私はその日、上司から激しく叱責された。404号室の件には、今後一切触れないこと。お客様にも、スタッフにも、他の町の人にも、探りを入れるようなことはしないこと。もしも守れないのであれば大変なことになる。あなた一人に辞めてもらうだけでは済まない。そういった内容だった。わけがわからなかったが、上司の剣幕に圧倒された私はその後404号室について人に尋ねることをやめた。要するに事なかれ主義だ。他の人たち同様、まるで部屋が存在しないかのように振る舞った。ただし、存在を忘れようとしても、忘れられるものではない。404号室は、厳然とそこにあり、中からは相変わらず、何かを伝えようとするも、聞き取れない、悲壮な低い声が、漏れていたからだ。もやもやした気持ちを抱えたまま、私は勤務を続けた。そして、一年が過ぎた。こんにちは。これからよろしくお願いしますなのだ。はい、よろしくお願いします。私にも後輩スタッフができた。彼女は私と同じく、別の地方からこの春に越してきた、よそ者だった。私は彼女の教育係に任命され、彼女に一通りの仕事を教えた。そして、
404号室についても教えなければならなかった。先輩たちに習い、厳しい口調で絶対に開けてはいけないと伝えた。彼女はなぜですかと怪訝な顔で尋ねた。私は理由は知らないと正直に答えた。彼女は理由もわからず、ただ命令に従うなんて人間のすることではないと不満を表明した。そしてもしも誰かが監禁されているのならすぐに解放するべきだと言った。私は気持ちはわかるが、この件にあまり深入りすると偉い人たちから猛烈に怒られるよと返すしかなかった。彼女は納得しなかったが、一応は引き下がった。数日後、強い雨の降る夜だった。彼女は勤務中に姿を消した。いわゆるバックレだろうか？しかし、スタッフルームには彼女のバッグも、傘も残されていた。まだホテルの中にいるはずだ。どこかでサボってゲームでもしているのだろうか？まさか404号室を開けたりしていないだろうか。私は仕事を中断し、彼女を探してくる、と先輩に伝えようと思った。そこで、不思議なことに気がついた。静かすぎる。外では雨がずっと降り続いているのだが、その雨音しか聞こえない。人の気配が全然しない。つい先ほどまではそんなこと、なかったのに、私は他のスタッフを探した。いつもは誰かしらいるはずのロビーにも、事務室にも、誰もいない。4階を覗いた、各階の廊下を、若干早歩きでうろうろ歩き回ってみた。しかし、スタッフにも、お客様にも、誰にも会わない。もともと繁盛しているホテルではないが、誰もいないのは不自然だ。怖くなってきた私は、失礼を承知で、そのあたりの客室のチャイムを、いくつも鳴らしてみた。しかし、どの部屋からも反応がない。私は、再び事務室に向かった。そこには在室管理をしているパソコンがある。アルバイトの私には本来、操作をする権限はないのだが、私は状況を確かめたかった。デスクに付箋で貼ってあるパスワードを入力し、中を覗いた。在室。1、404号室。404号室に誰かが泊まっている。正式にチェックインしており、客として管理されている。他の部屋には、現在誰もいない。私は、帰ろう、と思った。何かが異常だ。ここにいては危険な気がする。私はさっさと着替えを済ませた。スタッフルームには相変わらず、あの正義感の強い後輩の荷物が残されていた。私はさっきより急ぎ足で、スタッフ用の出入り口に向かった。あれ？開かない？ドアノブをどんなにガチャガチャ回しても、内側の鍵を立て、横にガチャガチャしても、どんどん、バンバン叩いてみても、扉は決して開かなかった。私はお客様用の正面エントランスへ向かった。ここはいつもなら、24時間自動ドアになっている。しかし、どういうわけか、近づけば左右に開くはずのドアが開かない。透明な自動ドアの向こうは、真っ暗で、強い雨が降り続いていた。私はホテルに閉じ込められてしまった。ホテルの前を誰か通りかからないか、外から開けてもらえないか、助けを求めて、声を上げた方がいいのではないか。私の動揺した頭に、これからどうするべきか、あれこれ考えが浮かんだ。でも、結論はなんとなく、
最初から分かっていた気がする。このホテルに閉じ込められているのは私だけではない。自分以外に少なくとももう一人いる。私は事務室で404号室のマスターキーを探した。しかし404と書かれた場所にそれはなかった。最初から存在しないのか、誰かが持ち出したのか。私はキーを持たずに4階へ向かった。エレベーターの扉が開く。するとすぐにあの声が耳に入った。いつもの低くかすれた声だが、いつもよりずっと声が大きいし、はっきり聞こえる。404号室のドアが数センチだけ開いており、そこから声が漏れているのだ。おいで、おいで、入っておいで。彼はそう言っていた。彼は閉ざされた空間から外へ出たがっているのではなかった。中へ入ってきて欲しかったのだ。細い隙間の奥から彼の手が伸びて私の腕を掴んだかと思うと、彼は私を一気に部屋の中へ引きずり込んだ。 おいで、おいで。